京西衛線、基礎街道69時、まごめまごめ塾付近の立体市画像。赤線が中線道。右上北東が、まご峠方向。狭い尾根を重走する中線道両側に石垣を積み上げ、南西端の勾配の大きい地形を増す姿に利用している。大線が、まごバスストップよりのアクセス道路。航空車新設営時にはなかった谷底の園庭場を。 現在徒歩でアクセスできるように整備されている。航空写真は1977年撮影国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成孫目塾は中仙道43番目の宿場で、基礎11宿の一番南の宿場町である。かつては、長野県基礎郡山口村に属したが、2005年2月の、 山口村の古志県合併により、岐阜県中津川市に編入された。1895年と1915年の火災により、古い町並みは石畳と真姿以外は全て消失したが、その後復元され現在の姿となった。石畳の敷かれた坂に創宿場で、まご峠を越えた長野県側の妻子塾と共に人気があり、多くの観光客が訪れる。 石田民の両側にお土産物屋が並び、商いをしていない一般の家でも当時の屋号を表札の他かにかけるなど、史跡の保全と現在の生活とを共存させている。ほぼ中間地点に旧本陣であった藤村記念館がある。天保14年の中仙道祝村大会長によれば、孫目塾の宿内屋数は69件、内本陣1件、脇本陣1件、 旗た十八軒で、宿内人口は717人であった。孫女は、当時には、美濃周園残暑孫女村といい、源義仲の妹妹と、菊姫が、源頼朝から領地として賜り、兄の義仲を弔うため、ポワケ寺という天寺で、暮らしていたと伝わりその跡地が存在する。長京元年頃になると、木曽孫女や江郡孫女と言ったりするようになるが、 妻ままでが、新州基礎谷で、孫目は、美濃に属した。長野県西畜麻郡山口村に編入されるの、裁定による。脇本陣資料館、藤村記念館落合塾までの史跡。ありがとうございます。